皆さんこんにちは、お酒の美術館チャンネルです。今回の企画はですね、まあ、こちらお酒の美術館四条室町店なんですけれども、こちらの店舗で一番高いお酒と珍しいお酒を紹介していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、小林さんに高級なウイスキーを紹介してもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いします。私が紹介するのはこちら響き21年でございます。 お酒の美術館ではオールドボトルを結構取り扱ってるんですけど、こちらは現行品で今も流通してますね。はい、うんうん、そうですね。シリーダル熟成でもあるので、甘め、本幕の好きなアイラとは真逆の甘め、華やか、はいはい、濃厚。なんか21年って長熟なので、まあやっぱアルコールの感じはほとんどなく、うん、すごい飲みやすいですね。めっちゃ飲みやすいですね。これは私が個人的にも好きなのもありますし、人におごってもらうときは大体飲みます。速攻でこれ取ります。私たちは元祖ポント町スタッフだったんですけど、あのポント町はご存知の通り外国の方が多いので、うん、サントリー、ズラー、竹鶴ズラーみたいな、ね、日本のウイスキーめちゃくちゃ多いですね。揃ってるね。これはもうストレートでもロックでも贅沢にハイボールでも、別に贅沢じゃないけどね、ハイボールお好きな飲み方、私はロックおすすめでございます。四条室町店では響き21年1杯5800円で、うん、お楽しみいただけます。はい、お楽しみください。ぜひぜひ。続きまして、まあ、珍しいといえばのウイスキーなんですけども、私はこちらをちょっと紹介しようかなと。アードベックスコーチって名前なんですけども、こちらがまあ毎年アードベックデーっていうものがありまして、もともとは音楽とかの祭典なんですけど、まあ、アイラ島っていう島のところで毎年お祭りをやってるんですけど、その最終日にアイラ島のアードベック好きのことをアードベリアンって言うんですけど、そういう方々がアードベックをみんなで楽しむってお祭りがあるんですけど、一応その毎年記念にボトルが出るんですけど、まあ、有名なので言えば去年とかやったらアードベックブラックっていう名前であったんですけど、今年出たのがアードベックスコーチって名前ですね。で今回のボトルで言うと、まあ、一応モチーフで言うとアイラ島に火を吹くドラゴンっていうのが来て、アードベック蒸留所の有名な犬がいるんですけど、このショーティーって名前の犬がいるんですけど、このショーティーがこの火を吹くドラゴンからこう蒸留所を守るみたいなテーマがあって、その特徴としてはまあ火を吹くドラゴンっていうのもあるんですけど、樽を一回焦がすって、まあ、焼くっていう工程があるんですけど、こちらのボトルはその焼く工程を普段よりも少し激しめというか強めに燃やしてるので、他のウイスキーよりも香ばしさが結構前面に出てきますね。でまあアイラらしいすごいスモーキーさが出てまして、でこう慣れてくるとその奥にあるこうほんのりちょっとビターな甘みっていうのも特徴なのがこのアドベックスコーチですね。はい、変態やな。確かにですか。説明してるときだんだん変態やな。じゃあ、四条室町店ではこれが一番珍しいかな。これも珍しいんですけど、あの実はまだちょっと珍しいのがありまして、それがこちらなんですけども、ね、これなかなか中身自体はあの普通のウイスキーなんですけども、このボトルがかなり特徴的なウイスキーでして、まあ、こちらがゴルフしてる感じなんですね。でこちらが一応1985年に、まあ、サントリーのオープン記念、まあ、ゴルフの大会があって、それで一応出てたボトルになりますね。まあ、中身はあのいわゆるその当時出てたリザーブと一緒なんですけども、まあ、お酒の美術館自体こういうちょっと特徴的なボトル、まあ、陶器のボトルっていうのがかなり多いので、これがの必ずしも飲めるっていうのはちょっと保証はできないんですけども、そうですね、写真撮る分にはもう全然ね、こんなんね普通ね見かけないんでね、うん、
こういう珍しいのもありますので、はい、今回は、四条室町店で一番高級なウイスキーと珍しいウイスキーの紹介をさせていただきました。まあ、一応どれも飲めるようにはなってますので、まあ、ちょっとこの陶器のやつはなかなか難しいんですけども、まあ、ぜひぜひお店に足を運んでいただいて飲んでいただきたいなと思います。見たことないの見つけれるよね、多分。そうですね、美術館ならでは。もう見るだけでも多分楽しいっていうのがお酒の美術館の魅力でもあると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この動画を見て、いいなと思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また見てください。いきます振り方